はい、ご視聴ありがとうございます。リアクヤの花澤です。この度はですね、動画の総再生数が4000万回を突破しました。ありがとうございます。最近はこうたくさんコメントをいただいたりですとか、高評価も、すぐに100超えたりみたいな感じで多くの反響をいただけるようになりまして、大変励みになっております。ありがとうございます。それとですね、リラクヤの営業再開日についてなんですけれども、おそらくですね5月になりそうです。で、5月の7日から慣らし保育があって、で、ちょっと長く取れるようになるのは14日以降かなっていう感じですね。ただまあそれも確定ではなくて、市役所の方にお話を聞きに行って、で、これからの申し込みですと5月が最速ですっていうふうに伺って、でこれからまあちょっと書類出したりですとか、審査があって、で、順調にいけば5月からの保育預かりができるというふうになります。で、まあ、それと同時進行っていう感じでご予約取っていくっていうことができるようになるかなと考えております。そのような報告をさせていただきました。これからも動画の方と、お店の営業についてまだ少し先になりますが、やらせていただきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。リラクヤの動画がいいと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。 See you.